それではお待たせいたしました。予選第5レーススタートです。4番スタート。6番。5番。2番。1番。9番。7番。3番。8番。11番。10番。さあ、スタートしました。予選第5レース、アンチャレアーリングダンス予選第4ヒート、最終組がスタートしました。さあ、1周目クリア、2周目エンドハイキック。さあ、G1 加藤選手が前に出るか、ゼッケン5番変更ヒート、そしてブルーのカラーリング。さあ、ディアレック・コー選手からは最後3周目入ってきます。レースタイムはまもなく30秒が経過です。さあ、レースタイムの大時計、まもなく1分10秒を指すところ、現在トップ、イヤレスコーナー選手、イエロー、そしてレッドのカラーリング、1コーナーへ入っていく、そしてその後ろ、G1、加藤選手が現在2番手、蛍光イエロー、ブルーのカラーリング、最後、インフィールド、そしてハーフヘアピンと入ってくる、イエロー、ブルーのカラーリングマシーン、選手の中では現在トップを走中、さあ、そして前回、今、クレストの今井選手が上がった。ホワイトピンクのカラーリング、今高速資金を通過していく。さあ、続いてコーナー、藤山愛知入ります。マークの上から。さあ、これ、順位がどうなっているか、ぜひ今の写真を見せて、今井選手は2番手。さあ、3番手1番、その加藤選手、4番手はエコープ、望月選手、望月選手のマシンはアーフェアピン。ホワイトのカラーリングは、コムス84。さあ、今、バックストレートに入る。さあ、現在のところ、クレスト今井選手が、選手の中でトップショットを走行中、ホワイトピンクのカラーリング、ゼッケン2番。さあ、今、コントラインを通過、これ7周目。さあ、4番、2番、5番、6番、3番、2人選手までがトップタイム、7番、1番、8番、9番、11番、10番と続く。さあ、順位6周目は7周目に入る。現在、コーン選手は6周目に19秒をマークしている。さあ、現在、コーンの7周クリア、8周目入った、7周目に43秒。さあ、レースタイム大時計2分30秒差した。レース今井選手、まだ2番手、ホワイトピンクのカラーリング。さあ、ハーフヘアピンを通過していく。レース今井選手。さあ、3番手に G1 の加藤選手待っている。さあ、宮澤選手も8周目の踏み。さあ、ディアレコーン選手、8周3分6秒ゴール。渡辺選手はもう1周、8番渡辺選手もう1周、丸山選手もう1周、2番、5番、6番ゴール。さあ、10番、滝野選手、もう一周入っている、8周目。さあ、3番、7番、6番、1番、ゴーリン。9番、ゴーリン。さあ、8番、渡辺選手、ゴーリン、8周16秒。11番、ゴーリン。もう一度走ってますよ、まだ走ってますよ。さあ、これで全車ゴールインとなります。トップゴール、ヒアリコーム選手、8周3分6秒、そしてクレスト今井選手、8周3分8秒016をマーク。3番手の G バックス加藤選手、8周3分9秒244、そしてタムチャレアジの北井選手は8周3分9秒、大会の栗山選手、8周11秒、エコープ望月選手は8周13秒となっております。有江選手は8周14秒、ビートボスの渡辺選手8周16秒、福井大会の宮川選手16秒、そしてクレストの丸山選手も18秒でチェッカーとなっております。フェイスパニオ選手は8周22秒でゴールです。さあ、これカムチャレ